モモンガウィークリーニュースフォーカス。こちらの動画は9月の11日から9月の17日まで、あ、どうしたんですか？一週オートスポーツウェブの一週間のオートスポーツウェブのあれアクセスランキング上位5位とピックアップニュースをお知らせするコーナーです。はい、ちょっとこう不測の事態が入るとすぐグダグダになるという。モンガさんらしい。あ、褒められました。褒めてはないですね。褒めてない感じですね。はい。はい。応用効かないんですかね。応用効かないですね。効かないですね。はい。いざという時の対処力がない。はい。まあ、この2年ぐらいかけて何やってるんですか。花粉が鼻が痒いです。モデルですか本当に。はい。一応。やばいです。顔大丈夫ですか？ やばいですね。カットとかしないというのをもう2年経って学んでいただきたい。あれ、たまにでもカットなんかされてる部分とかありますよね。どうしてもダメな時はしますね。ですか、これ大丈夫。事務所の時じゃないですか？知らない。出ないですね。はい。じゃあ早速第5位から。はい。まず第5位が、たくま。アムリンアグリからフォーミュラー E 開幕戦に参戦決定です。はい、はい、今週末はですね、今週末というか先週末か、うん、かの電気フォーミュラー、うん、フォーミュラー E が始まりまして、はい、急遽佐藤拓磨選手が参戦ということで、うんね、びっくり、ダコースターさんが DTM に出なきゃいけないんで、あ、まあ、こうなるだろうなという気もしてたんですが、なるほど、はい、かぶっていったんですね。そうなんです。うん、はいはい、まあ当然ながら注目を集めているのでございますよ。さすが、はい、たくまさん、はいはい、続いて第4位が、GP 直走バトントップチーム無理なら日本も視野です。はい、渦中のジェンソンバトンさんですが、うんうんうん、まあ、動かないんじゃないのって話もありつつ、うん、まあ、移籍もすんじゃないのっていう話もありつつ、うん、まあ、バトンさん的にはトップチーム、うん、トップの4チームぐらい、はい、以外だったらなんかちょっと別の考えもあるかもねみたいな話みたいで。なるほど、はい、まあ、ちょっと今週末ぐらいとか、うん、まあ、来週とかぐらいからちょっといろいろストーブリがあるんじゃねえのっていう気がしますね。いろいろ楽しみですね、うんうんうん、まあ、気だけかもしれないですなるほど、はい、はい、続いて第3位がまさかの結末、フォーミュラー E 開幕戦北京決勝レポートです、はい。はい。まさかの結末ですね。まさかの結末です、ね。しかもそれがテレビではやらなかったっていうまさかの結末でもあると思います。はい、地上波で見てた組は、はい、はあ、ここで終わったってなりますよね。そうですね。まあ、仕事しながら見てたんで、うん、パッと気づいたら、うん、あの次の番組が始まってて、はい、あれと思って。はい。驚きましたね。そうですね、はい、まあ、途中ね中断になったのがちょっとまあまあまあ、とはいえね、最後あんなことになってるとは、はい、びっくりしましたね。びっくりですね、はい、まあ、2人に怪我がなくてよかったですね、うんうん、そうですね。でちなみにあの2人ですね、今週末のウェッグオースティンで同じ車に乗るんですよ。らしいですね。やばいですよね。まあどういう表情で現れるのか乞うご期待ということで、終わった後だってちょっとおーみたいな感じ、うん、おい、どういうことよみたいになってましたね、まあ気になると思いますね。バチバチですね、はい、はい、じゃ続いて、はい、第2位がロッテラ SF14 は世界最高のフォーミュラーカーです。はい、はい、スーパーフォーミュラーに復帰したアンドレ・ロッテラーさんがですね、うん、はい、土曜日のサタデーミーティングというのがありまして、うんうんうん、でそれでこういろいろ教えてくれたんですけど、うん、まあ、とりあえずパワーについては F1 の方があるんだけど、うん、まあ、それを除けば SF14 って世界で最高だと思うよって言ってたんで、それを記事にしました。なるほど、はい、はい、まあ、タイヤの面でもその、うん、まあ、軽くてクイックに動くっていう意味でも多分まあそうなんだろうなって気がします。うん、はい、はい、じゃあ続いて、続いて第1位はカムイはチームに自分の価値を見せつけた A 指標、イタリアグランプリ全ドライバー採点です。は
はい、今回も栄視聴来ました。来ましたいただきました。いや、すごいアクセス数ですね。ズバ抜けてます。桁違います。まあそうですね。はい、はい、出ました。だってそうじゃん。そうですね、はい、出ました。出てこないなと思ってたんですよね、カムイっていうのが。はい、こっちもいただきました。はい、師匠でございます。はい、毎度おなじみ。はい、はい、じゃあ続いて。あ、もういいですね、この、はい、はい、評価されました、まあ、とりあえず読んでください。はい、はい、ピックアップニュースが、カルダレッリ、F1 出走を否定、スーパー GT が優先です。はい、はい、日本で活躍さ、うん、しているアンドレア・カルダレッリさんが、はい、日本グランプリの金曜走行に出るんじゃねえの、うん、みたいな噂がですね、はい、ヨーロッパで出まして、うん、それをまあうちでも掲載したんですが、まあ、私的にはありえないでしょうねと思ってたんですけど、す、ね、ちょっと先週のピックアップがこの記事です ね、 そうですね、はい、うん、思ったんですけど、うん、まあ、まあ聞くところによるとですけど、うん、カルダレッリさん本人もそんな話が出てて、はぁみたいな感じになったらしく、ポカーンな感じですかね。何の話ですかみたいな、で、自分のホームページで出ませんよと、うん、GT に集中してますよというアピールをされてましたという記事です。なるほど。はい。はい、まあチャンピオンはかかってますからね。そうですね。で、それを保護にはさすがに、まあまあアンドレさんはね、自分で取り返すから F1 行くよって言っていましたけど、残り2戦ですからね、GT の場合は。そうですね。はい。はい、まあ、まあ、ないでしょう。まあアンドレアさんにはタイでお目にかかりたいと思います。うんうんうん、はい、はい、というわけで今週は以上です。はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。あ、じゃあ来週はシンガポール祭りですかね。祭ってるでしょうね。で、カムイカムイ